ふとカレーが食べたくなった僕は、とあるカレー屋さんを目指して家を飛び出した。カレーというのは残酷で、無性に食べたくなってしまったら最後食べに行かざるを得ない。家で作ったカレーが食べたいわけじゃない、店だから出せるあの味を食べに行きたい。話が変わるが、先日僕はゴールド免許を取得した。おかげさまで運転にはより慎重に気を使うようになった。そんなゴールド免許の僕がカレー屋さんに運転して向かう。これはどういうことか。ごく普通のことである。何の変哲もない、ただの日常である。何の意味もない。これからカレー屋さんに行くだけである。どうも、しょうちゃんベースでいらっしゃい。急にね、カレーが食べたくなって、家で作ったカレーじゃなくてお店のカレーが食べたくなったんですよ。僕のマミーは合流が嫌いなんだって。野田のね、そこの16号のマック、野田住んでる人がマック行くっつったら結構そこ多いと思うんだけど、そこのマックって2つ出口があって、1つの出口は合流とか使わない方、もう1つはこの大通りに出なきゃいけない、合流に直結する道路に出る出口があるんですけど、僕のマミーは合流が嫌で、もう何年も16号に出る出口の方を利用してないっていうね、エピソードがあって。後ろか、どこだ、どこだか分かんない。あ、救急車ってまあとりあえずサイレンが聞こえたら動かなきゃいいんだろうけど、でも道開けないといけないってなった時にさ、脇に寄ったりしないといけないってなってさ、どっから来てるか分かんなくなるとおどおどするよね。結構僕ね、救急車の方向感覚なくて、サイレンが聞こえてもどっちから聞こえてるか分かんないんですよね。話脱線したんだけど、今日はね、なんとなくカレーが食べたくなっちゃって、野田市には僕が好きなカレー屋さんが2つありまして、1つは皆さん知っているココイチのカレー、もう1つがひろやカレーっていう緑の看板のねカレー屋さんがあるんですよ。そこのカレーね、僕めちゃくちゃドンピシャで大好きで、カレーの辛さも好きだし、トッピングの豊富さもいいし、ココイチだと結構スープっぽいカレーなんですけど、日野屋カレーはトロッとした感じの、どっちかっていうと家庭寄りなカレーなんで好きなんですけど、しばらく食べれてなくてちょっと行っちゃおうって感じですね。
ジで食いすぎた。よくタバコ吸う人って飯食った後に一服するっつってタバコ吸ってうまーって言うけど、俺タバコ吸えないからさ、こういうブラックコーヒー、飯後のブラックコーヒーってね、なんかいつもよりうまい気もしなくない？うん、あー初めて飲んだけど舌に残る感じのコーヒーだね。嫌いじゃない。いやー苦しい、マジで。カツカレー食いながらさ思ってたのが、前回もカツカレーじゃねと思って、これの一個前の動画もガストといってさ、ガストの本気カレー食べたじゃん、あれもカツカレーなんですよ。カツカレーダブリしとるわと思って、カレー食ってんじゃん、しばらくカレーなんて食ってねえなっていう感覚で来たのに。大盛りすんげえ量多いわ、これ下手に大盛り頼んじゃダメだね。最近なんかの記事で見たんだけど、ご飯食べながら水をガブ飲みすると太るんだって。本当か嘘か分かんないよ、俺は逆だと思ってたから、水を一緒にいっぱい飲めば太んないなんて思ってたんだけど、太るって言われてて、でカツカレーって一番カロリーの高い食べ物とも言われるぐらいカロリーが高い飯なんだけど、あの人出てくんの早っ、俺が出るぐらいの時に来た人なのにもう食べ終わったの。早食いは体に悪いで。カレーって水飲むじゃん、なんならカレーを食べながら飲む水がうまいまでもあるじゃん。だからカツカレーってマジで太るんだろうなって、もしその理論が本当ならね、思いながら食べてた。いやもっと楽しめ、もっと食を楽しめ、太るとか太んないとか気にするなら食うなって僕は思う。目的は終わった。映画でいうところのクライマックスはこの動画ではもう終わった。タイトルとサムネのさ、メインを飾ってんのはカレーなわけじゃん。クライマックスは終わっちまったんだ。ただちょっとカメラ回し続けようかなって感じかな。